ビッグバンド、バンバンバンってあるでしょ、うん、あれのダンスがなんか結構人気らしいんですよ。僕ちょっと見て覚えて、あ、これ簡単やと、簡単だなと思ったらちょっと難しかったっていう、そんな人いませんかっていうことで、今日はあのサビのこの部分のダンスのなんか振り付けや説明というよりはなんか練習方法をですねお伝えできればなと思います。振り付け動画はですね、そもそもビッグバン様が本家様が直々に YouTube に動画をアップしているので、もうそれを見るのが一番手っ取り早しですね、手っ取り早しです。だから僕はどうやってちょっとこれを習得したかとか、そういうなんか練習方法的なものをこの動画では伝えていければと思います。よっしゃ、はい、サビがどういう流れになってるかっていうのも、まあ、本家様を見てもらえば分かるんですけど、これしてこれして3発打って、でもう一回これして気をつけして拳銃を取り出して上に1発で、もう1発打ったら前に1、2、3発打って、まあ、こういうねこういう流れになるっていうのは本家の振り付け動画を見たらですね多分分かると思うので、ぜひ見てみてください。僕がこの変なことをやってるのは全部ね正しいんですよ多分。で、まあこのダンスの花形とも言える、まあ三代目チーズブラザーズというところのランニングマン的なダンスになるのが、まあこれですよね。ここの部分ですよ、はい、このカウボーイビバップ的な動き、これが僕どういうふうに練習したかっていうと、ですね、まず肩幅よりも足を開いて、で、まあ、こっちに体を向けるとしたら、向ける方の足、まず膝をですね、パクってやります。足の形がこんな感じですね。はい、こんな感じになります。腕はパッとやります。こんな感じになって、で、前、こっちが前だとしたら、前の方の、にある手、この場合だと右手をまず、動かしていくんですけれども、どういう動きになるかというと、ヒュッ、見えてきませんか？ロープをね、ロープを投げてるイメージで、よいしょ、はい、こんな感じです。で、左手はもうどっかですね、腰のあたりをこう持っててください。まあ、持つというか、ちょっと添えるというか。で、これで1、2、3、4、5、6、7、8という動きになります。で、腕を引いたときに、この体を前に出します。でこの時腰も前に出るんですよ。上半身のなるべく上だけこう前に出してあげてください。で今度この腕が今度投げる動作をする時に体を引きます、まあ、引くという、出す引くというよりは胸をですね、胸を出す、で胸を引くっていうイメージです。うん、でこの時にメンバーによって足をちょっと引いてる人もいますが、これちょっと逆に難しいよね。多分上半身だけこうすれば、まあ、もう十分じゃないかなと思います。で最初は多分上半身だけ動かしてたらこんな感じになるんです。下半身が全然なんかもう微動だにしてないじゃないですか。これをだんだん、まあ、この振動というか揺れを少しちょっと下にも分けてあげると、完璧にこの上半身と下半身だけを、で上半身と下半身別々に動かす必要はない、動かすようにな、こっちを止めてこっちだけ動かすっていう必要はなくて、まあ、少しこう体の揺れを足にも伝えてあげる。まあ、嫌でもですね、この前に出したときに踏ん張らないといけないし、後ろに引っ込めたときにこっちも踏ん張らないといけないんで、多分嫌でも、なんか前後のこの揺れっていうのが伝わると思いますぞ。はい。でも左も同じですな。左ももう原理は一緒です。ただ、これ多分、利き手が右の人は多分右がすごいやりやすいと思
で、利き手が左の人は左がね、ちょっとなんか微妙だと思います。多分ちょっと動きが硬くなったりすると思うんですが、そこはまあご愛嬌ですが、はい、僕はまあこうやって覚えたんですが、逆に皆さんはどうですか。皆さんはどうやってここは覚えました。別にそこまでなんか意識してないよっていう人がもしかしたら多いかもしれないですね。はい、でまあこのカウボーイビバップの振り付けが終わったら、まあ、次拳銃を打って、拳銃を抜いて天空に書かれて、でもう一回よいしょってして1、2、3と、まあ、ここから先は草原なんか難しくもないですよね。はい、ということでですね、今回僕ビッグバンのバンバンバンを、まあ、今ちょっと覚えてるんですけど、上手ですねこれ。これ上手ですね。最初上手ですね。最初上手ですこれ。こんな感じ。こんな感じですね。僕のチャンネルではダンスの振り付け以外にも、そのまあ特定の動きの練習方法とかを紹介していけたらなと思っております。まあ、今回そのビッグバンの曲にこういうのがあって、ちょっとこれは地味にね難しかったんで、ちょっと動画にしてみました。はい、そんな感じです。もしよろしかったらチャンネル登録、Twitter 等々、SNS 等々でシェアしてくだされば幸いです。このチャンネルを以上です。いいなりでした。